コをいただきます。じゃん。ルイドルはね、こんな感じ。パンがね、甘いよ。なんかメープルっぽいパンで、あと私は、おはようございます。早安。早安。早安。在日本吃早餐只是很不方便的一件事情。哦，朝ごはん何もない。そう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 。日本でみんな朝ごはんどうやって食べるの？日本はお家で食べる。ご飯と味噌汁。あ、お家で食べる。自分で作るの。そうです。白飯、レーズン汤。台湾の朝ごはんはどう？めっちゃ良かった。安いし、いろんな種類があるし、なんか近くにいっぱいあるやん。慣れに慣れたらやばいよ、日本。大変。そう、我刚开始来日本的时候也是超不习惯。那我们现在要去吃早餐。早餐。那日本没有什么早餐店，那我们现在去吃什么呢？现在要去吃麦当劳。麦当劳。哇，日本现在也有自己点餐的机器了。我真的。这边点完餐，然后拿这个号码牌座位等，店员就把你送过来。超方便的，这边可以选语言。啊，残念ながら、中国語がない。注文開始。そう。对。店内。耶。71番。耶。朝マック。朝マック。今日はお外で食べます。这是拿铁。大杯的，然后日本也有薯饼，薯饼跟台湾一样，然后也有苹果派，嗯，然后这个是满福宝，咕哩豆乳，这个蛮甜的，如果喜欢吃甜的，这个蛮推荐的，うめい，嗯，うめい，乾杯しよう。でもすごいがやってきたよ、すごい。外で食べるとさ、鳥さんにね。鳥。你也想吃吗？你也想吃吗？好吃吗？じゃない。好吃吗？想吃吗？食べたい。想吃吗？嗯。想吃吗？乾杯。いただこう。いただきます。じゃん。ルイドルはね、こんな感じ。パンがね、甘いよ、なんかメープルっぽい。パンで、あと私は、ん？違う。どういうこと？これじゃない頼んだの。店員做错了。優雅だ。いい天気。彼が注文を買いに行ってくれています。嬉しい。交換してもらいました。私が食べたかったのは、おー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 。え、你想吃吗？想吃吗？想吃吗？嗯，你也想吃吗？哎、嗯，想吃吗？紹介します。グリドル。私が食べたかったのはパンはね、なんかメープルっぽい甘いやつで、もうソーセージが良かったの私は。そうそうそう。ベーコンじゃなくてこのお肉の方が食べたい。このソーセージは台湾と一緒。あ、そうなんや。で、このパンはちょっと M の、うん、このお前やマークがあるから、うん、かわいい。かわいい。次が M。こう甘いのとね、しょっぱいのがね、美味しいね。甘いしょっぱいのが好き。それ美味しい。うん、美味しい。久しぶり。あ、有一点黑糖の甜的感觉。うん。うわ、美味しいわ。ポテト。ポテト。スービン。スービン。スービン。食べてみます。うん、サクサク。うん。跟台湾一样。我点的这个是 Mega Muffin， 它的肉有两片，然后一个培根，一个蛋，
这个吃的还蛮饱的。蛋とソーセージが2個やソ。ソーセージが2枚。パンケーキみたい。パンケーキみたい。这个面包是甜的，然后肉是咸的，所以如果你喜欢吃咸甜咸甜的，这个蛮推荐的。ピンポン。このなんて言ったか今通訳する。パンが甜だ。そう。肉が咸だ。そうそうそう。分かったよ今。今中国語勉強してる。No, 頑張ってるんやけどさ、本当に難しい。本当に難しい。頑張る。麦当劳。麦当劳。麦当。にゃーん。いい感じ。夏になってきて緑が綺麗ですわ。いい感じだよね。今はタイルールではない。ブータイルールとかあるの？あ、没有很热。長。三つま。だから日本に住んでるから日本語しかわからん。スーピングオーファイ。でもあんま食べたことない私。え？あ、違うわ。ここか。うん、食べたことないな。台湾也是这样开的吗？我有点忘记了。これ絶対いい音するよ。聞いてて。うん。そうでもない。うま。甘いやろ。甘い。なんかシナモンめっちゃ効いてる感じ。なんか昔シナモン好きじゃなくて美味しいよ。なんかパイめっちゃサクサク。台湾前あの芋パイがあった。あ、ほんまそれ美味しかった。いや日本もいっぱい出てるよ。なんかベーコンポテトパイ。わあ。あれ時期になったらめっちゃ人気やわ。私個人的にパイナップル味が好き。絶対美味しい。なんかイチゴとかでも。うん。パオメイ。そう。めっちゃフルーツ言える。スイゴ。フルーツ。スイゴ。プータを、リンゴを、コンリー、サンジャを、パオメイ。机会的话，我也想分享，就是在日本麦当劳打工的故事。日本でアルバイトしてたところを一個ずつみんなに紹介したいと思います。就是想要来打工度假或是来留学的可以参考。就是我在日本，好像打过五个吧。第一个是烧肉店，第二个是道顿河上面游船的导览，那个盖斗。啊。三つ目はマクドナルド。四つ目は免税カウンター。じゃあ四個だけ。到时候可以介绍给大家。今天就到这里啦。喜欢的话，订阅。订阅。按赞。按赞。嗨。有。